すべてはオーディンの…アレス殿、ロキ殿はあそこに急ぎ向かわねば。バカめ、こう敵が多くては近づけるな。手分けして敵の砦を落とすのじゃ。この戦の指揮を取るのは政宗様です。私がそばにいるとはいえ、無茶無謀は控えられますよ。さすがです、あなたならばと思っておりました。目の前の敵をやっつけて砦を奪えばいいんですよね。そうだ、銀兵、ロキド殿の手で道を開くぞ。地中を巻き上がる力づくで聞き出してくれ。絶対に許さんぞ。この砦は制圧してやったぞ。こちらの砦は抑えました。お見事でございます。しかしまだ呂布が暴れている様子、ご注意。この砦は超支流が抑えた。あっぱれよ。じゃが敵も黙ってはいない。気を抜くでないぞ。おお、見覚えのあるやつだ。少しは楽しめる。超支流剣山、力を示す。あの方は何かのために戦っているのではない。ただ戦いそのものが目的なのですね。ああ、防衛を振るい、ただひたすらに争いを求める。それが呂布だ。人、貴様はなかなか手応えがある。簡単には潰れてくれるだよ。あなたを撃ち、ロキ殿に会う。それまで散りはしない。すぐにひねりつぶしてやる。待ってやる。神の力、この砦の敵はいなくなったみたいです。さすがの怪力、恐れ入りました。引き続き周囲の警戒に当たってください。来い、勝負の続きだ。ひねり潰される覚悟はいいな。見事砦を押さえてくださったようですね。引き続き他の砦もお願いします。少しはできるようだな。だがその程度で俺は倒せんぞ。付近の砦は概ね抑えました。にもかかわらず敵が動く気配を見せないと。愚かな人間だ。ゼウスの力を得た私に抗おう。どうだ、こと現れました。全軍、オーディンの進行に備えてください。来い、今度こそ俺を満足させてみろ。オーディン殿が降臨しましたな。私はこの時を待っていたのです。オーディンが来ては戦場が荒らされてしまう。神教、なぜ父上を邪魔する存在を喜び迎えるのだ。ここは父上がようやく巡り会えた最高の戦場。誰にも邪魔立てはさせぬ。旅霊騎出るぞ。呂布の娘が動いた。小次郎様、ここは私に行かせてください。私の精神を振り切り突っ込む気満々のご様子。行って蹴散らしてきていただきましょう。久々に楽しめたぞ。いいか、
俺以外の奴にやられるなよ。私を倒せて喜んでいるようだ。やってやろう。この後さらなる絶望に襲われるかもしれない。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。貴様の本気を俺にぶつけろ。お見事、全くの世辞抜きで総合説。どこまでも立ちはだかるつもりか。父上の戦を邪魔するならば容赦はしない。オーディンに従えば人も世界も皆滅ぶのです。そうなればヨフももう戦うことなどできない。神の力を示す。永遠に戦えるという話は嘘なのか。ゼウスの力を得た私は完全なる存在。永遠に滅びることはない。戦を邪魔され怒った呂布はどう出るか。これが向こうの分子の狙いだとする。雪村様、アレス様、オーディンを止めてください。無理に倒そうとせず時間を稼ぐのです。承知しました。できれば引き裂いてやりたい。今正面からぶつかったとて勝ち目は嘘。長雲様と銀平様は雪村様たちの援護、くれぐれもご無理はなさらぬように。承知した。私の力で抑えられるか自信はないけど頑張ります。そうでなくてはたまらん。私はどうすれば。さっきの話が本当なら父上は。ステーキ、一緒に戦ってください。皆のため、そして何よりあなたの父上のために。その言葉に偽りはなさそうだ。分かった、私もお前たちと共に行こう。小次郎、龍が出るぞ。呂布の相手はわしに任せよ。政宗様、無駄に活躍していただいても困ります。足止めするだけで構いませんので。言われずとも心得ておるわ。呂布は強敵だ。政宗、私も共に行こう。戦いの邪魔をする。力ある人間はユグドラシルの良い餌だ。あまり消耗させたくない。リョフ、お前は下がる。下がるな。避けるな。好きに戦えるというからお前についてきたのだぞ。戦いを邪魔するな。もはやこれは次に俺が消し飛ばすの。貴様だ、オーディン。貴様との戦いが一番楽しめそう。さあかかってこい。目先の欲に負け私に逆らう。消してやる。どこまでも愚かな男。消してやる。呂布殿の敵は我らの敵。我が軍はこれよりオーディンの首を目指しますぞ。やはり向こうの軍師は呂布が離反するのを読んでいたようですね。故に攻めに出ず、オーディンの到来を待っていたか。おやおや、私の策に気づいた方がおりますか。連合軍にも一癖ある軍師がいるようですな。大事な力をこれ以上消耗させるわけにはいかない。愚かな人間よ、まだまだ。逃げるな、オーディン。まだ勝負はついていないぞ。決して。オーディンは去ったようですね。急ぎロキ殿の元へ向かわねば。どうしよう。
さすがだな。お前の武勇、頼もしい限りだ。なぜ君たちは諦めてくれないんだ。ドキ殿がうまくす俺は執着。